慶城医学専門学校は、1916年に、日本統治下の朝鮮半島に設立された、旧制医学専門学校である。略称、慶城医専。本校では、前身の慶城医学校、朝鮮総督府委員附属医学講習所についても、記述する。韓国併合直後の大韓院朝鮮総督府委員1916年の、慶城医学専門学校発足時に制定。 五条からなる。本校は、朝鮮教育令に基づき、医学に関する専門教育をなすところにして、疾病診療の知識技能を具備した医師を養成するを、本師とする。医師はそのしてのひらするところ貴重なる人命に、あるをもって、医術の進歩発達遺憾はただに、個人の家福に関係するのみならず、国民の元気を左右し、国運発展に影響するところ、 すこぶる大なるものありゆえに生徒をしてその責任の重大なることを自覚し、モテ国家の期待するところに沿わんことを着せしむべし。およそ医師は親切と同情と思って患者に接し、綿密周到なる注意をもって、再生の人術を全うするとともに、職務上目秘すべき事項については、これが秘密を厳守することは最も必要なることに、属すゆえに平添いを国育に用い、 生徒をして人格の修容に努めしめ、将来医師たるの品位を保ち、その本文を尽くさしめんことを期すべし。教授はその基礎医学と臨床医学たるを間いだわす、とに講演なる学理に派生することなく、感銘を胸とし、実地に有用なる日清の知識技能を熟るとともに、普段の研鑽を銃塗る習慣を要請すべし。専門学校は高等の学術技芸を教授する。 ところなりゆえに政党して、欲その本文を守り、原稿を慎み、活禁事情をせしめ、もって、一般国民の議表たらしめんことを期すべし。刑場医学専門学校の校長内田都市、内田立新の父、ついつ新次久保清寺。ありがとうございます。